こんにちは、ザッピーです。今日は、かなりですね、自分の、興味のあるトピックではあるんですけれども、あまりにも重箱の隅をつついているかもしれないので、適当にお付き合いいただくということでよろしくお願いします。ですね、ジョン・レノンが、実はですね、やっぱり天才的なアドリブ奏者というか、インプロビゼーションというかですね、その即興演奏はもう天才的であったなと思う例を今日はね、勝手に挙げたいんですよ。即興演奏といっても、もう破れかぶれっていうね、側面もあるんですけれども、それでも素晴らしいというふうに思ってしまう面があるわけなんですね。二つほどね、今日は、その象徴的なストーリーを持ってきてみましたので、一つずつご紹介したいと思います。一つ目はこちらです。よく知っているシェイスタジアムでの、ビートルズのコンサートなんですけれども、この中でジョン・レノンは、とんでもない即興演奏をやってるわけですよね。で、それはギターではなくて、このキーボードでやってるわけなんですね。おそらくね、ビートルズファンであれば1回や2回はこのコンサートを映像で見てるでしょうけれども、アイムダウンの時に出てきますよね、ジョン・レノンのキーボードはね。でも本当にクレイジーな感じでやってて、肘で弾いたりしてるわけですけれども、リンゴ・スターもこの時を思い出して、ジョン・レノンは完全に狂ってたというふうに言ってるわけですよね。ステージ上でもう手がつけられないくらい狂ってたと言ってるわけですね。で、ジョン・レノンも自分で思い出してるわけなんですよ。まず読んでみます。俺は足をキーボードに上げてたし、これ本当ですかね、キーボードにってことだと思うんですけれども、そういう場面を僕はちょっと見たことないんですけれども、もしかすると、編集の段階でそこは抜けてたのかなとも思うんですけどね、ちょっと覚えてないですけど。で、ジョージは笑って演奏できなくなってたと、ジョージは自分を見て笑ってしまってたということですね。こんな風にもうケラケラ状態でしたよね、完全にね。何回かこれは確かに映ってましたけど、俺は笑いたくてやってたしと。で、子供たち、聴衆ですね、は俺が何やってるかわからなかったろうなと。アイムダウンで、自分はオルガンをやってて、そうですね、レコーディングではオルガンやってますよね。初めてステージでやることにしたと。何やっていいかわからなかった。ギターがないと裸状態だと。だから、ジェリー・リーのようにやったと。ジェリー・リー・ルイスというね、アクションがすごいこう際立つピアニストいますよね。ボーカリストがいますよね。で、彼のようにやったということなんでしょうね。跳ね上がってやって2小節くらいしか弾いてないと。面白かったと。2小節っていうのはこれおそらくね、言い過ぎだと思いますけれども、そのくらいこう適当に端折ってやったということなんだとは思うんですけどね。僕もね、これ初めて見たのは中学校かな、小学校の終わりかな、中学校ですね。もしくは高校の1年か、そのぐらいだったかと思うんですけれども、その頃僕はキーボードは一切やってなかったですね、まだね。もちろん触ったことはありますけれども、自分がこうキーボードプレイをやるみたいなね、ニュアンスは全くなかったので、コードすらほとんど弾けないみたいな感じだったですね。なので、ジョン・レノン見てて、すごい弾き方すんな、ぐらいしか思ってなかったんですよ。めちゃくちゃだけど、やるなっていうくらいなんですよね。でも、だんだん自分も、こう、キーボードとかね、ピアノを練習するようになってから、やっぱりジョン・レノンめちゃくちゃだなって思ったわけなんですね。だって、本当にめちゃくちゃなんですよね。肘で行ったり来たりしてて、もう、演奏にね、こう、穴が開いたりするところもあるし、でもね、それでも、やたらかっこいいんですよね。だからそこがジョン・レノンのまたすごいとこだなって、その時また改めて思いましたね。自分もこう少しずつ練習して、自分が上達すればするほど、ジョン・レノンってそんなにキーボードの専門家ではないってすぐ分かってくるわけですよね。はっきり言ってそんな上手くないわけですよ。でもここでジョン・レノン自分で言ってるわけですけれども、初めてステージでやるってことにしたわけでしょ、本当だとすれば。仮に嘘だとしても、そんなに何回もやってるわけじゃないですよね。でもそれを、ほぼ6万人くらいの観衆の前でやっちゃったわけですよね。恐ろしくてできないですよ、普通ね。本当に。だって間違えるのは前提になるでしょ？絶対間違えますよ、そんなに
初めてやって、それも自分の専門じゃない楽器やれば、まあでも実際ジョン・レノンはめちゃくちゃな音出してますよ。だけどですよ、様になってんですよねと僕は思います。これ見て確かにめちゃくちゃだけど、まあ、ジョン・レノンやめろって思った人は少ないんじゃないでしょうかね。まあ、ジョージ・ハリスも笑ってやってるし、まあ、ポール・マッカートニーもジョン・レノン何やってんだっていう顔つきはしてないですよね。まあ本当にその辺がやっぱジョン・レノンのこうインプロビゼーションの天才性があるんじゃないかなって僕は思ってしまうんですね。本当に即興的にやっちゃう演奏ってジョン・レノンはうまいですね。まあこのお笑いのシェイスタジアムもそのサンプルとしては最高にいいんですけれども、次にもう一つご紹介したいんですよ、こちら。はい、Baby You Are a Rich Man なんですね。あのこの曲って、まあ、特にもう興味を持たないと聞き流してしまうくらいの、まあ、存在かもしれないんですけれども、一回ですね、まあ、僕もこの情報にピンときてからとてもこう自分の中で重要な感覚の曲になってしまったんですね。まあ、特にジョン・レノンのその即興性というのに関してはですね、驚くわけですよ。まあ、そのポイントをちょっとご紹介したいんですけれども、まあ、知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどね。まずこれを聴いてください。はい、まあ、この音っておそらく最初聞くと、例えば管楽器のオーボエとか、あのイギリスのね伝統的な楽器のバグパイプとか、何かこう特別な奏者を使ってるんじゃないかって思いませんでしょうか。僕は最初そう完全に思ってたんですね。ビートルズが誰かを招待して、演奏してもらってるんだろうというふうに思ってたんですね。ですがだんだんこう情報を集めていくと、驚くべきことにこの音はですね、このクラバイオリンっていう楽器らしいんですよ。これですね、まあ、当時、まあ、これがその現物かどうか全く違いますよ。もっとね小さいものだったらしいんですけれども、当時、いわゆるシンセサイザーの先駆けみたいなね、もので、こう特別な音を出すのに使われたキーボードということらしいんですね。で演奏方法も極めて特殊で、まあ、そう簡単にすぐには覚えられないような楽器なんですけれども、でこれを実はジョン・レノンが弾いてあの音を出してるわけですよ。ぶったまげたんですよね。でその時一緒にいたエディ・クラマーっていう人がいたんですけれども、この人が思い出して語ってるんですよ。でこの曲って、オリンピックスタジオでレコーディングされてるんですよね。で我々はオリンピックスタジオを出る時完全に圧倒された状態だった。クラバイオリンがスタジオに置いてあった、それをジョンが演奏したということなんですよ。まあ、証言として残ってるんですけれども、まあ、事実ですね。まあ、ジョン・レノンがこれね置いてあったのを即興でそこで弾いたということなんですよ。また驚きですよね。この曲にこの音、このメロディー、この即興メロディー、あまりに決まってませんかね。まあメロディーそのものもいかにもですけれども、こう、まあ、バグパイプ的なね響きも感じますけれども、それと同時に、まあ、この頃彼らが染まっていたインド音楽なんかにもこう染まるようなねものを感じるんですよね。なので驚きです、本当に。それでもっと驚きなのは、これを、まあ、即興でもちろん弾いたわけですけれども、その時にこれはもう結構言われている情報なんで本当に近いと思うんですけれども、ジョン・レノンはこれをね手、つまり指で弾いたんじゃなくて、まあ、この鍵盤の上にですねオレンジね、オレンジをこうコロ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 転がしてあの音を出してたっていうんですね。いかがでしょうか。もし本当だとすればとんでもないやつですよね、ジョン・レノンは。それであそこまでやっちゃうと、遊びですよほとんど。だけどこんな様になってるのないじゃないですか。シェイスタジアムと同じですよ。遊びなのに様になる、まあ、こんな即興演奏者いないですね。でこのですね、
演奏を振り返ってどんな風に、まあ、ジョンが弾いてたんだろうかっていうのを説明してくれてる動画があるんですね。あのビートルズのコピーバンドのアナログズって言ったかな、忘れましたけど、そういうバンドが、説明してます。下の方にリンク貼っておきますから、ちょっと見てみてください。まあ当時のね雰囲気としてはちょっとわかるんじゃないかと思います。まあなのでこの楽器、初めての楽器をそのオレンジ奏法で決めちまうジョン・レノン、まあ、そしてそこにいたスタッフ全員がですね、まあ、スタジオを出る時にはもう感服してしまうと。これこそジョン・レノンの天才性であって誰も真似できないですよね。もう一回これ聞いてください。いかがですか、この音の跳ね具合。初めてやってる楽器には思えませんね、まあ、本当に難しいと思います。初めてのタッチで、初めてレコーディングする曲で、みんな試験的な状態なのにここまで様になる、うん、まあその元々ね、そういったジョン・レノンと他にこう楽器に対する、好奇心って強かったんじゃないかなと思うんですね。前にもやりましたけれども、For You Blue の時にあの変なハワイアンギターみたいなの使ってますよね。あれはあの時1回しか使ってないわけですよね。で使い切りで終わっちゃうわけですけれども、だけどまたあそこも即興で仕上げてるわけですね。まあね、これはいろんな意見があっていいと思うんですけれども、まあ、ビートルズの中で即興演奏という部分に関しては僕はね、割とジョン・レノンが一番かっこいいんじゃないかと思いますね。まあみんなそこそこやると思いますけれども、だけどこういうふうにもうとんでもない誰もできない即興演奏をやっちゃうっていうのはジョン・レノンですね。やっぱりね、すごい、すごすぎます。ということで今日は2つサンプルを上げさせていただきました。失礼します。